琉球小桜アンドロザスンバラタは草地に生える小柄な草本。その形は桜草の仲間に似ているが、花は小さくてあまり目立たない。桜草花ではあるが、桜草族ではない。小柄な草本で1年生、ないし2年生。葉は根室葉となっており、伸びる茎は家系だけである。根室葉は小さく、養芯は卵円形で、 長さ5から12ミリメートル、先端は鈍く尖るか、丸くなっており、基部側は左右まっすぐかややくぼみ、円には浅い巨子がある。端質は薄く、両面ともに柔らかな毛がまばらに生える。傭兵は長いもので3センチメートルほどになる。根質用は10から30個ほど出る。全体に多細胞からなる回でする難毛がある。家系は、 根室用の出る中心から2から4本出て、長さは5から15センチメートル。花女は3型花女で、花茎の中ほどのところに土が輪生状につき、それぞれの脇から果軸が出てその先端に一つずつ花がつく。土の形は卵形から筆心型で先が尖り、1本の花茎から出る花は3から8個である。花茎の上の方には白くて短い毛がある。 直接に花に続く花柄は、糸状に細く、長さ2から4.5センチメートル。額は杯型で5辺に深く裂け、星のような形に平らに開いてその径は5から6ミリメートル。で片は、東乱状長楕円型で、長さ3メートル、先端は鋭く突き出して、鈍く尖り、少々毛がありと出した脈が3本出る。またこの大きさは、花が終わった後にやや大きくなる。 果敢は白で計4から5ミリメートル、でっは長大円形。形は高き型で、基部は筒状になっているがその部分は短くて、額の外に出ない。おしべは5本、短くて、糸状、果ては計4ミリメートル、上の部分だけが5つに裂ける。別名にはコケ桜層がある。日本では本州の中国地方から琉球列島まで分布し、 国外では、朝鮮半島、中国南部、台湾から東南アジアにかけて広く分布している。海岸から山地までの原野に生える。乾燥した草地に生える。最初、誤って、防戦ご家族の植物として記載された。その時の学名は、ドラウォース・ランバラタロア、1790である。本種の属する土地内相属には150種ほどが知られ、 北半球の主に寒帯域に生えるもので、本種のように南に分布域を持つものは珍しい。同族の日本産のものとしては、土地内草栄、チャーマジャシムサブスプ、キャピートタがあるが、これは多年生で茎が横に生い、また鉱山に生育するものである。他に近年侵入した外来種に、サカコザクラエフィリフォーミスがあり、これは本種に似ているが一つの家系から二十個もの。 花をつけ、また、個々の花は、計2 3ミリメートルとかなり小さいもので、ユーラシア大陸北部と北アメリカ大陸の原産で、今は北海道や本州で稀に発見される。利害として、日本では特別なものはない。雑草として目立つものではないし、その姿は、可愛らしいと言えなくもないが、何しろ小さくて目立たない。 山野草として栽培する話も聞かない。中国では前奏を下毒、喉痛、頭痛等の薬として用いる。環境省のレッドデータブックでは指定されていない。日本本土においては分布域の各県で指定がある。沖縄県では指定されていないのは、ごく普通種だからであろう。なお、徳島県と佐賀県では、絶滅種とされている。以下、種として、初島。 p471 さたけほか、p24 たて石、p13 さたけほか、p24 さたけほか、p25 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 ほか、p 北村ほか、p226 たてい p13 大橋ほか編、P p188 初島、p471 さたけほか、p25 たて石、p13 初島、p471 この段は、 大橋ほか編、P188 縦石、P13 日本のレッドデータブック検索システム2019年2月13日、閲覧。ありがとうございます。